はい、どうもこんにちは。現在6時38分、YouTube 史上最速多分自己採点動画をね上げていきたいと思います。で、今さっき自己採点がアガルートの方でね全部答えを見て、自己採点をしました。で、とりあえずね合計点数が127点ですね。7法で一般教養は除いて127点でした。で、民法から、民法20、商法22、民訴が16、で、憲法が10点、で、行政法が15点、で、刑法が26、で、刑事訴訟法が18点っていう結果になりました。で、今回に関しては、正直やっぱもう点数の通り、広報が僕の中では、できなかったのもあるんですけど、憲法は特に圧倒的に難しいんじゃないかなと思います。はい。そうですね。いや正直あんま聞いたことない知識とか多くて、で、あとこの見てもらったら分かるんですけど、ちょっと分かりづらいかな、憲法これかこれなんですけど、3問の丸バツバツ系の問題が、いつも多いと思うんですけど半分を占めてて、それでやっぱ1問間違えたらマイナス2点っていうので、で、僕その3問あるやつ、丸バツバツとかのやつ全部1問ずつ、最初は合ってたんですけど、それが全部1問ミスなんで、マイナス2点になってしまうので、それでも結構落としたかなって感じです。で、正直この今この憲法あるんですけど、いや本当一部ちょっとなんかやるんですけど、例えば判例の知識とかも、その判断の途中の文章とか、なんていうんですかね、これ見た瞬間に丸バツ判断できるみたいのが減った印象ですね。本当に細かく見て、そのもうなんていうんだろう、判例ちゃんと読めよみたいな、もうそういう感じでした。だから、刑法はいつもの通り、例えば何ですかね、たくさん殴った後に高速道路行ったら、因果関係あるよねみたいな、あとこう刺された後に病院でこうやってチューブ引っこ抜いたら、因果関係あるよねみたいなので行けたんですけど、憲法に関してはもう判断の文章まで見てないと多分できない問題が多かった気がします。あとそうですね、やっぱ結構そういう問題が多くて、特に3問あるやつとかはすごいそういう問題が多くて、ちょっと僕はできなかったですね本当に。あとこうやってなんていうんですかね、 3つ合ってて丸みたいなやつ、丸バツ丸バツ丸バツで8通りある問題もすごい、そうか、今回に関してはもう1個合ってたら正解みたいなやつが本当1問しかなくて、それ以外は全部丸丸バツ問題でした。だから本当に、あと見解の避難になってるものとかもあった、1個かな、もうそれも1個、2個あったんですけど、それは合ってたのかな、合ってたのかもしれない、それもあったんですけど、やっぱ結構もう全部知らないと無理みたいな問題があって、ちょっとどうなんですかね、ちょっと皆さんの感想も本当に聞きたいんですけど、今ちょっと難しかったですね、僕個人的には。でも行政法に関して15点っていうのは、正直ちょっと僕は、そんな元から得意な方ではないかったので、こんなもんかなという感じがします。で、民事系は僕の点数は普通なので、いつもの通り割とこんな民法、悪くはないですね、はい、20、22、16で、ちょっと6点、3分の2ちょいくらいなので、いつもの通りかなと。で、刑法、刑事訴訟法に関しては、普通くらいですね。刑法は結構僕がいつも良いので、こんなもんかなと。ですね。こういう感じで、127点で、一般教養は、僕の中でですよ。結構、簡単とは言わないんですけど、結構、なんか僕の知ってる知識というか、そういうものが多少は出てくれて、あとやっぱ大学生は特にだと思うんですけど、古文と英語はやっぱり
やっぱ大学生って結構そのセンターの知識があるので、あと生物基礎とかもあるから、やっぱり意外と取れるもんなんですよね。まあ、あと論理系の文章も、まあ僕論理学っていう授業をね、あの北大取ってたっていうのもあったんですけど、まあそういうのもあって、まあちょっと意外といけてるんじゃないかなと、去年よりっていう、まあ、希望的観測になるんですけど、だから、まあ、27点9問ですね、20分の9あってで受かっててほしいなって感じですね、本当に。まあもう論文の勉強もするんですけど、いや本当だけどちょっと僕の中で憲法は難しかったなっていう印象です、本当に。いや本当、あね、本当視聴者の方で、今日、予備試験受けてる人もいると思うんですけど、本当ねお疲れ様でした。ちょっと僕も今すごいもうなんかテンションが上がっちゃってというか、テンションが上がってるっていうか、もうなんかすごいなんていうんですかね、もうちょっと言い合わせないような感じになってて、いやーマジかっていう感じですね本当に。で、まあ、即答のレビューをね していきます。ちょっと本番も終わって127点という結果だったので、まあ、127点って、まあ、210分の127なので、まあ、6割ちょうどくらいですね、はい、6割ちょうどと。でまあそのセオリー通りというか、まあよく資格付き合うの人とかいうのは、まあ、6割取れれば受かる試験だと。だからまあ即答やれば6割は取れるってことはまあ証明できたんじゃないかなと思います。でですが、まあこの今回のようにやっぱり憲法行政法に関してはちょっと僕は即答で対応っていうのは厳しいんじゃないかなと思います。正直なんていうんですかね、まあ、悪くはないんですけど、やっぱ憲法ってその3つ合ってないと取れない問題がすごい多いので、だから全ての判断できなきゃいけないから、あれなんですよね、全部知ってなきゃいけないんですよ。で即答はの良さは知識が、まあ、知識というか量が少ないけど質が高いってことなんですけど、全部乗らせるのは正直きついので、やっぱ広報に関しては、まあ、行政法もそうですよね、丸バツ丸バツとか1212みたいな問題が多いので、僕はちょっと即答、こっちに関してはあんま広報に関してはもうお勧めできないですね。で、まあ刑法とか、ね、刑法に関しては、まあ、刑法すごい、まあ、即答の中でもね、その民法の次に分厚くて、問題が、130問くらいあるんですよね。で、民法は180で、他のはだいたい90、80くらいで、なので、まあ、他の科目より 1.5 倍程度は多くて、まあ、判例の知識も多いですし、多分、まあ、刑法ができるのは正直僕は即答のおかげだと思います。質問でね、学説問題とか大丈夫なんですかみたいなのあったんですけど、まあ一応学説も載ってるし、その名前とかだけ、あと学説問題って国語でどうにかなる問題が僕は多いと思うので、まあ、割とそういうのはいけるんじゃないかと思います。で民事系に関しては、まあ、そうですね、ちょっと即答完璧に仕上げてはいないのですが、まあ点数例えば6割、まあ、今回まあ6割7割くらい取れればいいやって思うのであれば即答でもいいと思うんですけど、8割9割っていきたいんだったら即答プラス条文素読をちゃんとやった方が僕はいいのかなと思いました。僕はあんまり条文は今回やれなかったので、まあそういう感じですね、はい。でまあほんと、まああと最近本屋さん行ったらなんか伊藤塾が新しいこの単語のやつ出して、単語じゃない担当用の参考書出してて、で結構分厚かったんですよ、もう本当に2倍くらいあるやつで、確か今憲法と民法と刑法が出てて、名前とかよく覚えてないですけど、多分ちょっと伊藤塾がもう対応できないって思い始めてるんじゃないかなって部分もあるので、まあ、正直これからなんか受けたいなとか思ってる人は、まあ、素直に過去問とかやった方がいいんじゃないかなっていうのも正直印象としてはあります。はい、今日はそんなところですかね。本当にちょっともう今日はもう僕メンタル疲れちゃったので、寝ることにします。本当、皆さん受けたいって方いたらお疲れ様でした。本当に、いやそうですね、ちょっと皆さん本当受けた方は特にちょっとコメントください、はい、お願いします。今日はこのとこです。お疲れ様です。